第21回宇部日報中学校軟式野球大会は3月9日、時は公園スポーツ広場など4会場で開幕しました。宇部、山陽小野田、山口、美祢の4市から合同チームを含む20チームが出場。冬場の練習の成果を試しながら、トーナメント戦で金5位を争っています。3月9日、10日と16日の3日間開催で、初日は1、2回戦12試合を実施。各会場の1試合目は午前9時に始まり、同スポーツ広場は小野田対楠木桃山、川上中は湯田対藤山フロンティア大附属、黒石中は龍王対錦は、黒石体育広場は厚井佐対フロンティア大附属が対戦しました。選手たちは寒さを吹き飛ばすような声を出して気持ちを奮い立たせ、熱戦を繰り広げました。2日目の3月10日は、同スポーツ広場と同体育広場で準々決勝、最終日の3月16日は同スポーツ広場で準決勝と決勝を行います。